くる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 、お、あ、どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、呪術師のですね、機関車トーマスじゃないんだけどね機関車、機関車、機関車か、機関車だ。もう合ってるやんけ、合ってるやんけお前機関車っていう衣装で遊んでいこうかなと思うんですが、衣装を見せる前に心音がする。これ来てるな、誰だ鬼。うん、こっちのない、あそこか、リッパーだね。てか呪術師の衣装ってさ、なんかこうネガティブ、いやネガティブじゃないな、なんかこうさ、なんか後ろちょっとこう、なんていうんだろう、機関車、いや機関車別にネガティブなあれじゃないけどさ、よいしょ、はい、なんていうんだろう、あの消えゆくとかさ、なんかそういうちょっと儚い感じの、切ないっていうのかな、感情的に感じ、おーっとマジか、今当たんのか。切ない感じの衣装の名前が多い気がするんだけど、どう思います？そんなことしてるうちにですよ、よいしょ、はい、これ縦抜け気をつけよう。まあさすがにそんなもん当たらないんだけど、よいしょ、窓から追ってくる。そういえばね、マイクを、いやなんでもないですいやなんでもないです。これ打ってこないか、刃打ってこない。そしてこれ先倒しからの、からの、お、くるくる、お、あ、あぶねえ、うん、今鬼没だったね今ね。まあ鬼没だとしても一応魔像ゲージちょっと吐こうと思って用意してたんだけど、まあラッキーなんで運が良かったね今ね。で、そこで、うん、刃回復してないからちょっとここで時間使うか。いや呪術師楽しいな、久しぶりに使った。あ、袋、袋サンキュー。電撃からの袋をまとった無敵の板を当てていくそこやってんな、残り5個。ちょっと待って、巻き込んでしまうかもしれない、ごめん。そこ誰やってんだ。おっと、人形か、義士の人形で義士の場所がバレていく。これ義士どこにいるんだろうな。そこに誰か、あ、傭兵がやってる治療。いやこれ傭兵バレるな、多分傭兵バレーの傭兵でも終われないの。でもなんかもう時間やばいから、傭兵とりあえず一発殴っとくかぐらいの圧はかけるかな。これどうだ、あ、あ、あ、いや、いや、どっか行ったか、スルーされたかな。俺探してんな、まだちょっとうまいこと回復してほしいんだが、おっと、いや違う、義士だ、義士の本体に行ったんだ今。で義士があそこで追われてるから、んー、工場、工場はねないけど、俺小屋引き継いで、あとは墓場か、墓場も寸止めぐらいだったんだけど、まあでもそれは多分義士か誰かが言ってくれると思いたい。うん、どうだね、ここだね。じゃあ義士のちょっと引き継ぎますか。あ、待って、あ、治療しようとしてくれてる。でも残り3個であそこ寸止めだったら、うん、これちょっとゴリゴリ回しちゃおうか。いや解読してもらおうかな、安全を取るんだったら解読してもらった方がよかったけど、解読じゃねえ、回復やったわ。まあいいやっていうかいいねいいねいいね、義士頑張ってくれてるよ。ナイス、いたて、うーん、てかなんかあの義士のさ、義士じゃねえわ、呪術師のさ衣装でさ、なんかあの消えゆくっていう衣装があるんだけど、俺はその衣装がすごい気になってて、いや使ってみたことはないんだけどね、名前だけでも使いたくなるよね。消えゆくってやばない、消えゆくっていう興味そそられる。そんな話をしてる間に残りの暗号機が1個になっていく。うん、あ、いいね、ここ傭兵がやってくれてる。ここももう多分寸止めかな。うん、寸止めじゃない、全然終わってねえわ。で、いや、なんやかんや占い師が追われてんのかな今。誰が追われてんだろうチェイス、ちょっと状況が、誰が追われてんのかちょっとわかんないんだけど、義士、あ、占い師か、占い師がなんか盾に入ってくれたのかな、わかんないけど。でもこうなってしまったら、まああと1個だから2人で解読して、まあ、占い師が座るにしても義士が座るにしても、あ、いいっすね。じゃあ、義士に。あ、待って。君が行くんか。どうする？義士が近いんじゃないか、これ。義士救助からの。おい、オッケー。これね、寸止めと。いいっすね。衣装の紹介をする間もなく、試合が、慌ただしい試合だったな。常に動き回ってたな。あ、いいね。じゃあ、仲直り待機。いきまーす。あと3秒後ぐらい。3、2、1、はい。おい、あれ？あ、待って、これ殴られてる。おっつけよ。じゃあ出るか。あ、待って、信用する。あ、傭兵がこっちに来てるのか。ちょっと待って、これワンチャン、これワンチャンやばいぞ。これまだ全然わかんないよ、これ。あそこのゲートを開けてたんだけど、逆側にちょっと義士がいるから。うん、いいね。じゃあ逆に行って。で、鬼没使ったもんな、今な。これも出れるね。義士を座らせたとって、こっち側のゲートが開いてしまうよ、というわけでですね、無事に帰ることができましたと。機関車。機関車か。機関車って何？機関車ってアクセントやばいな。機関車トーマス。機関車トーマス。いや、どちらにしてもだよ。どちらにしても近し。何やってんだよ、ほんと。もう出ようぜ。はい、出るぞ。
おい、いやいいな、ジュジュおもろいな、なんか好き放題できるな。あ、やべ、衣装見してね。どうも、ちゅうわけで2回戦目遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、精神病院で、おい、ジョゼフじゃねえかよ。傭兵機械技師調校師呪術師と。さあ、じゃあちょっとここで呪術師の力2回戦目にして見せていくか。まあちょっとゆっくりやっと服が見せれるから、まあ見せるんだけど、こんな感じの見た目になっております。機関車、うん、なんかね、ダークな衣装に身を包んでて、まあ割と好きなんだけど、顔がね怖いんだよね。やっぱり呪術師イコール顔面怖いみたいなイメージあるんだけど、その中でもさらにひときわ異色なレベル、またレベチなね、ちょっと顔面というか怖さに磨きをかけてるっていう。白髪って怖いじゃん、やっぱり。なんかさ、ゲーセンとかでさ、白髪のお兄さんとかいたらちょっと近寄りたくなくなるやん。あれあれあれ、電車とかに座ってたらちょっと隣座りたくなるじゃん。座りたくはなんだよお前、座りたくなくなるじゃん。電車乗ってるとさ、いや俺今黒髪だから何にもなんないんだけどさ、染めたりしてるときに、え、ちょっと待って、これ来てんじゃん。染めたりしてるときにこう電車乗ってて、隣の席なんか座れるのにさ、自分の隣だけ永遠に座られないのがある、悲しくない、あの感じ。わかる、派手髪にした人だ、ある人だったらわかんじゃない、この感じ。それちょっとすごいね、切ないなと思って電車に乗るたびに思ってた。そう、悲しいよね。おっと、あそこの板をね、俺が倒すと思って永遠に切りまくってる。いいエフェクトやんけ、いいエフェクトじゃないですか。いや、そろそろ当てちゃうよ。はい、オッケー。で、からの、いや、これ間に合うかな。やばいな、そろ、待って、間に合わない。一発もこれ撃つしかないな。さすがに間に合わない。さすがに間に合わないな。なんか引っかかって、いや、あ、最悪。うわ、もういや。最悪や、今。引っかかんなかったらな。当たんなかったんだけどな。引っかかっちゃったよ。で、落ちてくる。まあ、いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここの中にいる限り写真ないからね。写真撮れないよ。音？2階を使うことによっていいんだ。そんなにずっと追い続けるんだ俺のこと。あ、待って、バカ、あ、今死んだ。あ、待って、これ完全に死んだわ。これ完全に死んだ。マジやらかした、本当にやらかした。やべ、あ、無理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 。なんかバチってるあそこちょっとな。まあいいか、地下室あそこにあるのビビってちょっと外出ちゃったんだけど、まああんぐらいの距離だったらどっちみち地下に連れてかれられてたからあんま変わんなかったな。でも残り4個。まあだがしかしだよ、だがしかしかし3台分はつくんじゃないか多分。もうジョゼフといえどここの共存の時間中に残り何号機2台ぐらいになれそうな気するやけど。ナイス、うい、いいよ。からのバック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 。いやー、これは無理だな、一発もらっちゃうな。もうおっとおっと、俺じゃないよ、売ってんのこれ。あー、なるほど、裏世界の俺を助けようとしていた技師の本体を殴った感じか。だね。で、胸像殴られて、あー、ダブルダウン、ダブルダウンではないんだけどダブルダウンみたいになっちゃってる。胸像が座らせられてしまう。あ、残り2個なった。なるんだけどだよ、なるんだけどなんだよな。ちょっとジョゼフめんどくさいな、これ俺ちょっとダウン。まあでも技師を多分釣るだろうな。今裏世界で技師が寝てるから、なるだけちょっと悟られないような場所でそっと寝たい。仲間の近くで寝たいな、これ一瞬で回復させてほしい。どこにいるんだろう、間に合わないか。まあしゃあないな。ですぐ技師を担いで椅子にと。あそこやってんな、あそこ何号機やな。ゲロ助ける。あ、傭兵がなんか俺のとこ来てくれてんな。いけるか、頑張れ頑張れ頑張れ。いや、あそこの暗号機にちょっかいかかられてんだな今。で、ジョゼフが戻ったから人形で回復してますと。いいよ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 、これあるよあるよあるよ。サンキュー、治療してもらうことによってね、スリスリこの魔像の力を。この仕組みわかんないよね、魔像の加護。回復させても加護つくし、させられてもつくっていう、何やねんそれみたいな。移動頼む。これはよし、じゃああと1個、ナイス。ここだけだ、ここ。結構進めてたと思うんだけど半分ぐらいはいってるような。うん、一緒にやろうぜ。いいよ、技師が次でお茶んだっけ、次でもさよならだよな。やばい、これ技師飛んだらちょっときちいな、急にきちいな。調校頼む、全てはお前にかかっている、君の救助にかかっているんだ。いいよ、取られてももう間に合う、もう100間に合う。
いいね。無敵球さっき入ってたもんな。無敵球ないから本当にギリギリまでいかないと。いや、超攻守無傷なのでかい、本当に。それだけがマジででかすぎる。ギリギリ、寸止め。いいよ、頼む。救助頼むわ。あ、ナイス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 。おーい。これもつけていいよ。オッケー。さあさあさあ、いきますか。あとは、3人が出れればいいんだけど、出れるんでしょうか、出れないんでしょうか。ジョゼフな、たまにね、こっからひっくり返されるからな、すべてが噛み合ったらね。ジョゼフの卓にすべてが噛み合ったら。今、人形壊しで仲直り発動させたから、無人のゲート開けるのはできてないから、こっちから多分みんな逃げることになると思うんだけど、いけますかね。いけるのかい？いけないのかい？どっちなんだい？いけそうな気がする。あ、いけた。ナイス。あと、魔像ゲージ1発から、1あるからね。なんちゃって。なんちゃって救助してもいいんだけど。あ、義士があそこにいる。傭兵が助けに行ったのかな？これ、そんな感じするね。まあ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 、ちょっとじゃあ僕はね、例にもがない。いつも通り、ちょっとここでね、悠々と。お、板であんたを気絶した？誰かチェイスしてんのか今。超攻手がチェイスしてんのか。まあ、なんとかなるでしょう。傭兵が今、助けに行ったと思うし。うん。ナイス救助。いいね。まあ、大丈夫だな。出ちゃうか。ハンダ近くにいる超攻手がずっと追われてんだ。カラスも鳴っちゃったしな。うん、もう出よう。はい、じゃん。今回、機関車の衣装を着て遊んでみました。まあ、こんな感じの見た目になっております。可愛いんだよね。胸元に金のボタンついてて、うん、黒とオレンジというか、ねえ、そういう、なんだ。なんか、色の名前出てこなかったわ。色の名前出てこなかったわ。はーい、というわけで、今回、呪術師で遊んでみました。なんか、たまに呪術師は使うんだけど、おもろいね。やりたいことなんかやり散らかせるから、呪術師めちゃめちゃおもろいわ。まあ、ぜひ気になったら呪術師遊んでみてください。というわけで最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。